はい、どうも、世界一ストイックな怠け者をテケテケです。はい、そして今回メンテ開けて、この神のかくれんぼですね、課金系のガチャの中でも猫の遊ぶ班並みに神ガチャと呼ばれていたこの神のかくれんぼ、現状どうなのか今回徹底分析してきましたので、ちょっと見ていきますか。はい、まず神のかくれんぼの仕様としては、ラウンドが1から5ラウンドまであって、はい、それぞれのラウンドに高級報酬っていうのを設定することができて、はい、例えば1ラウンド目こんな感じ、はい、MR 結晶だったり、まあ、恋文だとか、まあかなりいいアイテムが並んでますが、まあ試しに MR 結晶5個選んで、はい、そうするとここの一番上に高級報酬がはめ込まれて、まあ、1ラウンド目やっていくんですが、このラウンドに挑戦していくためには、海中の鏡という、はい、ここにちょっと映ってるアイテムですね、これを購入する必要があって、ちょっと買いに行きますか。はい、課金イベントの中の下の方に、はい、海中の鏡、まあ、小と中と大という感じで3種類あって、はい、これも圧倒的に小が課金効率が良く、海中の鏡1個あたり16円で購入できると。はい、この海中の鏡、次回のイベントにも引き継ぐことができるんで、まあ、毎回神のかくれんぼが始まるたびにこれをちょびだめしていって、たくさん集めていけば、ものすごく安くこの鏡をたくさん集めることができて、まあ、MR 結晶だとかを、まあ、最安値で購入できるようなイベントになっているんですが、今回ちょっと対策入ってて、今まで1日限定1個で7日間で7個を買えたんですが、今回イベント期間中に合計3個までしか買えないと、はい、条件が明確に決められてしまいました。はい、なんでめちゃくちゃ課金効率いいんですが、時間がものすごくかかる形になっちゃいますね。で、まあ、今回のこの神のかくれんぼ、前回やったのが11月20日ぐらいなんで、3ヶ月ぶりっていうことで、毎月来てくれるわけでもないので、まあ、ちょびだめ戦略がかなり、まあ、やろうと思ったら時間かかるかなと。で、まあ、運営さんのさじ加減で、このイベント自体いつ終了してもおかしくないので、まずそこが一個悪い面で今回変わってしまったところですね。はい、まあ、それも踏まえてちょっと課金してきますか。はい、ということで海中の鏡買ってきました。で、今回いいところとしては、前回まで神のかくれんぼをこの1ラウンド9パネル開けるのに鏡が1パネルにつき10個必要だったんですが、5個でいいということで、はい、ちょっと開けてきますが、はい、5個だったら、あ、ナイスランダム報酬、はい、MR 決勝当たりましたね、一発目で。はい、今回ランダム報酬の部分も実は前回と変わっており、 MR 結晶だったり神髄炭、椿翡翠なんかが入るようになりました。はい、前回までの神のかくれんぼと比べると、前回がこっちで今回がこっちですね。ランダム報酬、 MR 結晶だったり神髄炭、椿翡翠なんかが入ったのはナイスですが、その代わり絆の水引きや花の水引きなんかがなくなって、まあ、訓練書なんかが入ってきてしまってますね。はい、悪い部分もあったりして、前回の場合は逆に割引券や幸運券なんかが、これ MR のやつじゃなくて UR アバター1000のガチャの割引券だったり幸運券だったんで、まあ、これなんかも全然いらないアイテムだったんで、まあ、そういう意味では訓練書が増えた代わりに MR 結晶だったり、まあ、神髄炭、まあ、椿翡翠といった、まあ、今の時代に即したアイテムに変わってるのかなと。はい、なんで前回まで、まあ、1パネルあたりの期待できる元宝価値だいたい450元宝ぐらいだったんですが、まあ、テケテケ換算で申し訳ありませんが、まあ、それが674元宝ぐらいの価値になったということで、1パネルあたりの元宝価値が高くなったところはまずナイスだなと。で、1ラウンド引こうと思ったら9パネルありますが、1枠は高級報酬で確定なんで、まあ、残り8パネルっていうことで、はい、ノラで落ちるアイテムもだいたい5400元宝分の価値があるというような感じですね。まあ、この時点で1個160円の鏡が9個分買ったとしても1440円にしかならないので、はい、それで5000元宝以上の価値のものがノラだけでゲットできるって考えたら、ノラだけでも課金効率めちゃくちゃいいですね。はい、そしてまあノラもめちゃくちゃ良くなりましたが、しかも MR 結晶は最高ですね、これは。うん、最低なの来たな。まあ、そんな感じで、まあ、やっぱり訓練書とか覚醒炭あたりは当たりやすく、お神髄炭ナイス。はい、参加券だとか、すごいまばらに出てくれますね。あ、参加券かぶりました。また参加券、覚醒炭と、はい、出てきて、まあ、今回高級報酬道中当たりませんでしたが、その場合は9枠目で必ず、はい、高級報酬が当たってエビちゃんがひょこっとするという流れになってます。で、9パネル全部開けるとラウンド1が終わって、次のラウンド2に入って、ラウンド2の方はこの8つの報酬の中からどれか1個選んでくださいと。はい、でここにも MR 結晶ありますね。で、ラウンド2の方は1パネルあたり必要な鏡が10枚と、ラウンド3まで鏡の数は1パネルあたり10枚で、ラウンド4とラウンド5が1パネルあたり15枚鏡の必要量になっており、はい、ラウンド2以降、今回ラウンド3、この前は UR の副将ちゃん1体との交換でしたが、今回はしっかりアイテムになりましたね。ここも恋文40なんか結構熱いですね。ラウンド4、はい、MR 結晶20個、遊園地プレゼント2個なんかがあったりして、で最後ラウンド5ですね。はい、今回ここに MR キャラクターがなんと投げ売りされる形となり、まさかの MR キャラクターを課金で直接ゲットできるというイベントに進化しました。あと椿翡翠50個だったり、遊園地プレゼント4個なんかも MR キャラクター持ってる人はどうですかという感じになってますが、まず気になるところはこのラウンド1の高級報酬である MR
決勝、はい、めちゃくちゃ高価なアイテムですが、これとラウンド2まで MR 決勝が10個あって、でラウンド3には MR 決勝がなくてラウンド4にあるっていうような形になりますが、まあラウンド2ぐらいまでであればこの160円の鏡のちょびだめなんかを何シーズンかまたいで狙っていけるかなってことで、はい、MR 決勝ラウンド2まで狙いに行った場合課金効率どんなもんか調べてみたんですが、結論から言うとめちゃくちゃお得になりました。まあラウンド1の MR 決勝5個狙いに行く場合、費用としてはわずか720円で鏡45個消費してゲットすることができるので、 MR 決勝1個あたり144円と、まあ実際には鏡は10個単位での販売なんで、まあ、ここ費用800円になりますが、ここ費用800円になるのでもうちょっと単価高くなりますが、まあかなり課金効率が良く、はい、ちょっとこれ分かりづらいんでちゃんと費用現実的な形にしますか。はい、そうすると単価としてはややラウンド2の方が良くなるという形になりますが、はい、これ前回までの神のかくれんぼの時はラウンド1の単価288円でラウンド2の単価192円と、 MR 決勝1個あたり280円とか、まあ、これでもめちゃくちゃ安かったんですが、まあ、その半額に近いぐらい、まあ、さらに安くなりましたね。はい、ということでラウンド2までの MR 決勝狙い未だにめちゃくちゃありです。はい、なんでまず一つの戦略としては、まあ、限定3個しか1シーズン買えませんが、まあ、これをちょびだめしていって、はい、この神のかくれんぼの、まあ、ラウンド2ぐらいまで狙いに行くか、まあ、ラウンド1でも十分課金効率いいんで、まあ、ラウンド1狙いに行くかっていうような感じですかね。 MR 決勝爆安課金イベントだと思ってもらえれば OK かなと思います。はい、ちなみにラウンド1からラウンド5まで鏡の必要数それぞれ9パネルずつ開けていくのに、はい、これだけ必要になりますが、まあ、最後の MR キャラクターゲットするところまででラウンド1から累計で495枚の鏡が必要になると、まあ大体500枚ですね。それを今の160円のやつで毎回3枚ずつちびちび貯めていった場合、はい、なんとわずか8000円で MR キャラクター1体ゲットできてしまうと。でしかも道中に落ちるランダムドロップのアイテムだったり、まあ、MR 結晶だったりっていうのもゲットできた上での8000円なんで、まあ160円の鏡をちょびちょびめちゃくちゃ時間かけて集めていく方法で MR キャラクターゲットした場合には、まあ、このゲーム内ナンバーワンの MR キャラクターの課金効率になるということも言えますが、1シーズン30枚しか160円で買えないんで495枚集めるのにかかるのは、はい、大体 16.5 シーズン必要ってことで、まあ今のペースだとそれが3ヶ月に1回このイベントが来てくれるとして、はい、MR キャラクター1体ゲットするのに4年ぐらいかかるんで、もうその頃には MR キャラクターの上のレアリティなんかも出てきてそうなんで、はい、ラウンド5まで160円の鏡を集めていく戦略は現実的ではありませんね。まあよくてラウンド2ぐらいまでが現実的なのかなっていうことで、ラウンド3以上この神の隠れんぼで買い物をしたいのであれば、まあ割と急ぎ目の課金の仕方で購入する必要があり、こっちの課金効率があまり良くないものを購入していく必要があるということで、はい、それも含めて今回の神の隠れんぼ、まあラウンド1ラウンド2だけでなく、ラウンド3のアイテムやラウンド4のアイテムでラウンド5の MR キャラクターだったり遊園地プレゼントなんかを狙いに行った場合の課金効率どうか見ていきたいと思いますが、はい、まずこれもテケテケ基準で申し訳ありませんが、まずラウンド1ですね。でゲットできる、まあ、これら8種類のアイテムのそれぞれの単価ですね。はい、これ私基準で、まあ、ゲーム内で獲得できるこれらのアイテムの安定供給されている中で一番原本で安く買える場所を単価として出してますが、はい、それがこの数1ラウンド目ではもらえるんで、まあ、先ほど MR 決勝5個をゲットしてましたが、はい、1ラウンド目の高級報酬に MR 決勝を選んだ場合には、まあ、2250円の価値のものが5個で12250原本の価値のものを購入できるという感じで、まあ、ちょっと MR 決勝今原本で買おうと思ったら星の羅針盤なんかでゲットするしかなく、どうしても高くなっちゃうんですよね今。はい、とつてまあアイテムによって安定供給されている部分の市場価値が高かったりするんで、まあ、物によって本当に価値が違ってくるんですが、はい、ラウンド2の方も8種類こんなアイテムたちがあって、まあ、遊園地プレゼントなんかは少女の出会いガチャで、遊園地プレゼント期間中なんかにガチャを回した場合の単価ですね。はい、やっぱり MR 結晶が単価としては高いですね。はい、ラウンド3の方は、まあ、ラキスタ券や招待券なんかも入ってきて1ガチャ300元本のやつが50枚もらえるんで15000元本の価値というようなちょっと豪華なものも入ってきたり、はい、ラウンド4の方はまた遊園地プレゼント2個というのがゲットできたり、なんといってもやっぱり MR 結晶20個、はい、45000元本分の価値のものがもらえたりと。で最後ラウンド 5MR 結晶の単価価値どう計算するか難しいとこなんで、ちょっと今回ここは省きますが、椿翡翠なんかは50個ってことで75000元本分の価値というのがもらえたり、ここも遊園地プレゼント4個ゲットできたりして2万元本ぐらいの価値というものがそれぞれラウンド進めていくごとに手に入るんですが、それも踏まえて、はい、今回ラウンド進めていくごとにゲットできる各種アイテム、まあ、ラウンド1から、まあ、ラウンド5まで、まあ、例えば MR 結晶だったらラウンド1で5個、ラウンド2で10個で、ラウンド3でもらえなくてラウンド4で20個ともらえますが、はい、そういう風にもらっていった場合に、こちら緑色の部分が各ラウンドのそれぞれのアイテムまで、ここにゆるいっていう字が下に書いてありますが、ゆるいっていうのはあの160円課金でゆっくり集めていった場合の課金効率なんで、160円課金でラウンド2までとか、まあ現実的ではありませんがラウンド3、ラウンド4、ラウンド5とまでなんとか懐中の鏡を
を貯めていって、それを全部 MR 結晶を高級報酬に選んだ場合の課金効率っていうのが例えばここに書いてあると。まあ特にラウンド3以降はゆっくり160円で扱ってたんじゃ何年もかかってしまうので、はい、こっちの急って方ですね、はい、ちゃんとすぐに買えるように課金効率の悪い3800円のやつだったり1万800円のやつも併用して鏡を集めた場合の課金効率っていう2種類をそれぞれ算出してきました。でめちゃくちゃ大変でしたが、おそらく計算ミスなんかもあるかもしれないので、購入の際は再度ご自身で計算した上で納得いった上でご判断いただきたいですが、私の計算の中では課金効率それぞれこんな感じとなりました。でやっぱり見てみるとレマール結晶ですねが課金効率買うとしたらもう半端なく良くて、まあ、特にラウンド2まで購入していくのが一番良さそうですね。ラウンド4まで持っていくのもありですが、まあ、課金効率ちょっと落ちちゃいますね。まあ、160円課金だと何年もかかるし、何年もかけたところで結局ラウンド2までに負けてしまうので、まあ、よりラウンド2までで終わらせていいのかなと、まあ、っていうかいつまでこのイベントが続くかもわからないんでラウンド1まででいいかなと、ああいう感じですね。 MR 結晶、はい、1円あたりなんと15元宝の価値ということで、はい、今まで MR 結晶を購入できるイベント、まあ、万事万能屋だったり新宝券等々ありましたが、まあ、よくて1円あたり5元宝の価値に届かないぐらいだったんですが、まあ、その3倍ぐらいの課金効率で MR 結晶を集めることができるということで、まあ、鏡のちょび買いがやっぱりこのイベントの一番のメリットになりますかね。はい、その次で言うと、まあ、恋文だったり遊園地プレゼントなんかも課金効率がなかなか良く、まあ、ちょっと恋文や遊園地プレゼントに関しては例えば恋文の方はラウンド1にはあるけどラウンド2にはなく、逆に遊園地プレゼントの方はラウンド1にはあるけどラウンド2にはないってことで、はい、もらえない場所があったりするので、まあ、これに関しては、まあ、恋文買う人も遊園地プレゼント買う人も結局最終的には混沌素材が欲しい人だと思うので、はい、例えば恋文収集目的の方もラウンド2ない部分は遊園地プレゼントを選ぶっていうような形で課金効率計算させていただきました。はい、なんでラウンド1、ラウンド2、ラウンド3は課金効率が同じになって、でラウンド4は恋文欲しい人は恋文選んで遊園地プレゼント欲しい人は遊園地プレゼントを選ぶと。でラウンド5の方にも遊園地プレゼント4個あるので、まあ、遊園地プレゼントの方はラウンド5まで購入するかどうかの選択肢が出てきて、はい、それぞれ見てみるとこんな感じですね。まあラウンド3までは課金効率同じで、ラウンド4で恋文選んだ方がやや課金効率がいいと。で遊園地プレゼント選ぶのであればラウンド5まで選んだ方がいいかなってとこですが、まあ結局ラウンド1が一番落としどころとしては160円のちょびだめでいくならいいですね。まあやっぱり1パネルあたり鏡5枚でいいっていうのがめちゃくちゃ大きいですね。でまあラウンド1となると恋文20個になるんで、まあ遊園地プレゼントじゃなくて恋文を買うような形になりますが、恋文1円あたり 9.75 元宝の価値となると、はい、こちらに関しては今ある課金イベントだとライバルとしては風舞費用主義譜の160円のやつで7個ゲットできて、はい、課金効率としては1円あたり 15.75 元宝の価値ということで、この風舞費用が今圧倒的ですね、恋文集めるのであれば。でまあ珍宝券だったり主義譜の葉月菊なんかには 3.5 だったり4ってことで、はい、今回の神のかくれんぼから購入するのも十分ありと。はい、まあ、ただ何度も言いますが実質ラウンド3以上は本当に時間かけないと鏡集まらないんで、右側ですね、はい、見てもらうと、まあ、残念ながらラウンド3以降まで恋文や遊園地プレゼントに手出していこうとすると課金効率一気に落ちて 1.29 だとか、はい、1.1 なんかに落ちてしまうので、まあであれば葉月菊だとか、まあ、たまにチョコメちゃんの販売者で売ってくれるワガン愛護なんかで25個恋文3800円で売ってくれるんで、まあ、それでも課金効率 2.37 と、はい、こっちが勝ってますんで、まあ、あとたぬき割引の9割引きなんかで 5.5 と、はい、強めのやつもあったりするんで、まあ、基本的に今回の神のかくれんぼに関してはここら辺のアイテム狙うのであればラウンド3以降ですね、おすすめはできませんね。まあ、ラウンド1ラウンド2を急ぎの課金の仕方じゃなくて何シーズンかに分けてゆっくり集めていくのがいいかなっていうのが私の結論です。はい、まあ、ただ急ぎで集める方課金効率悪いんですが、メリットとしてはやっぱり MR 副賞1体ゲットできるってことで、はい、こちら、まあ、急ぎで購入するのであれば495個の鏡が必要なんで1万800円のやつを5回購入するのが MR キャラクターの買い方になっており、まあ、5万4000円かかると。まあ、例えば1ラウンド目からこの MR 結晶をどんどん選んでいって、で3ラウンド目では恋文あたりを選んだとしましょう。で4ラウンド目で MR 結晶また選んで、で最後 MR キャラクター1体選ぶっていう買い方をした場合、まあ、途中に落ちるランダム報酬なんかの価値も含めて課金効率計算すると、はい、MR 副賞をゲットするまでに MR 結晶が35個、恋文が40個でランダムドロップは40回ゲットすることができて、それぞれの元宝価値としては、はい、こんな感じになって、はい、MR 副賞を1体ゲットするまでに、まあ、大体12万元宝ぐらいの価値のものを MR 副賞とは別に入手できて、それが5万4000円なんで、まあ、課金効率としては1円あたり 2.18 元宝の価値で、まあ、MR 副賞の価値を除いたとしてもアイテムを入手していくことができ
るっていう風に考えると、はい、それプラス MR 副賞が1体もらえるので、まあ、課金効率としてはそんなに悪くないのかなというところではありますね。まあ、ただしあくまでここら辺の MR 副賞が欲しい人にはっていうことになるので、まあ、あとは MR のキャラクター見てみてどうかってとこですが、まあ、正直今の MR のインフレの波の中ではどのキャラクターも大活躍できるっていうような副賞ちゃんたちはこの中にはいませんね。まあ、唯一大谷氏は未だに少し活躍できるキャラクターですが、まあ、やっぱりモルドレッドだったりリシアケイちゃんなんかが出てきてる中ではワンランク下がってしまうかなっていうところで、まあ、道中の MR 決勝だったり、まあ、恋文等々価値を感じられる方で、まあ、最悪ランダム報酬で全部コピーの裏紙が当たってもいいよって方は、はい、重配課金の方で狙ってもいいかもしれませんが、まあ、強くはおすすめしませんね。はい、おすすめは160円のちょびダメでラウンド1またはラウンド2狙いに行くぐらいがいいのかなと思います。はい、参考になれば嬉しいです。はい、それでは。おっす。